トーマス・ローレンスによる肖像が1790年頃。第4代オックスフォード・モーティマー伯爵、エドワード・ハーレーは、グレート・ブリテン王国の貴族、政治家。第3代オックスフォード・モーティマー伯爵、エドワード・ハーレーとマーサ・モーガンの長男として、1726年9月2日に生まれた。1735年から1744年まで、 ウェストミンスタースクールで教育を受けた後、1744年11月3日に、オックスフォード大学、クライストチャーチに入学、1747年11月14日に MA の学位を、1749年4月12日に DCL の学位を習得した。1747年イギリス総選挙で、トーリー党の一員として、 ヘレフォードシャー選挙区から出馬して当選、議会では1751年12月にヘンリー・ペラムの土地税法案に反対するなど野党として振る舞った。1754年イギリス総選挙で再選を果たしたが翌年の爵位継承まで議会で演説することも投票することもなかった。1755年4月11日に父が死去すると、 オックスフォード・モーティマー伯爵の借位を継承した。同年、大英博物館理事に就任した。1760年に、ジョージ三世が即位すると、進出自重に任命された。また、1766年から1790年まで、ラドノーシャー党官を務めた。ブランプトン・ブライアン・ホール1790年10月8日に、死去21日に、 フランプトンで埋葬された。子供がいなかったためよじ、ジョンの息子エドワードが借位を継承した。1751年7月11日、スザンナ・アーチャーと結婚したが、二人の間に子供はいなかった。ありがとうございます。